うわ。あれ、ギフトありがとう。すごい。結婚してもありがとう。ありがとうございます。たくさんギフトを。声が好きです。あーお前自分の声いい声と思ったことないんだけど、ありがとう。なお家ですよ。今日はアイドルファイルの発売日なので、皆さんぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。まだ届いてない。届いたらぜひ見てください。服キラキラ。そうなの、カーディガン。うん、まあ、伝わらん。かわいい、ありがとう。わあ、なんかありがタワーだ。元町さん、ありがタワー、ありが桜タワー、ありがとう。ありがとう。ちょっとこう、こうよいしょ。開花宣言、え、今日、もっと前。でも広島ね、全然なんかね、まだ満開じゃない見解ね。私がさ見たとこがそうなんかもしれん。桜咲いとるところは多分咲いとるんだろうけど。団子ありがとう。東京は今日、あ、そうなの？東京今日めちゃくちゃ晴れだって。開花宣言なの？多分梅だ。梅はさ早く咲くもんね。うわうわ、ちょっとサムちゃんが見えました。あの、あそこにバックなの、あれで、あそこらへんバックがめっちゃかかってんの。そうね、サムのバッグもかけてるの。わ、何書こうかな。お花見、お花見ばっかり書いてるんだけど。桜、なんか桜の絵ってむずいんよね。桜の木？桜の花びら。桜の花びらにしよう。一輪。5枚ですよね。めっちゃお風呂の音聞こえるんだけど。聞こえる？
心配になってきた。聞こえるって、やばいやばい、すごい生活音が丸聞こえ。やばい、いびつ、いびつな桜。今日ね、夜はお姉ちゃんと一緒にちょっともう作るのは無理だってなってご飯食べに行ったんですけど、帰り道になんか前から歩いてくる人に対してお姉ちゃんがなんかいつも勝負を仕掛けるんですよ。なんかこう道をどっちが避けるのかみたいな、なんかギリギリまでどっちも避けずに歩いて、でなんか勝負を挑むらしくて、なんかそれをよく喧嘩とかじゃなくって、なんかこう歩いてくる人こう正面からこの人どっちかが避けないと当たるぞっていう時に自分は避けずに相手が避けるまで頑張るみたいな。でもなんか全然前の人避けてくれんのよねいつもみたいな話してて、でなんか今日もなんかその勝負を挑んでて、でなんか前から女の子の集団がなんか6人ぐらい歩いてきたんですよ。でこれはなんか勝負だって言ってなんかすれ違うぐらいの時に結局なんかお姉ちゃんが避けて負けたーって自分は遠くから行きます。いや私もです、あんま勝負に挑まない派なんですけど、その辺は。数に勝てない、いや今日言ってました、数の勝負だったで、数で今のは負けたわみたいな。姉貴を毎回負け、でもなんか言ってた、お姉ちゃんはなんか毎回なんか勝負に負けるみたいな言ってて、女の子6人、いやなんかそう、さすがに女の子6人に勝負を挑むのはどうかと思うんですけど、なんかでもお姉ちゃんはなんか通りすがりに負けた、見てもなかった、こっちを見てもなかったってでも確かになんかこうギリギリまでお互いどっちも譲らなかったんですよ本当に。あれどっちも譲らなかったらどうなるのかね、ぶつかるんですかね、わーってなんか面白い勝負。始まらんよ恋が、キャードキドキなりませんね、開花。そして転校生に、あ、転校してくる、今日から転校してきました中村舞です。この挨拶人生で一度はやってみたかったですね。なんか憧れませんか、多分憧れないと思うんですけど転校されてる方は今日からこの町に越してきました中村です。
ごめん黙ってる今。止まってないよ。ちょっと待ってね。かけた。元町さん、ありがとうございます。でーん。かけました。ありがとう、ありがとう。開花じゃーん。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。ありがとう。桜感がすごい。桜です。桜感。卒業シーズン終わったか。でもいっぱい見ました、袴の人たち。今春休みなんだろうな。春休みは宿題がないからいいよね。手にこのあれが回る。宿題あったよ。そうなの？春休みってなんか宿題なくない？そう、なんか春休みだろうなって子たちはよく見る。団子作るの前のハートありがとう。皆さんもありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。卒業シーズン終わったって言うけどさ、私はまだこれから卒業シーズンな感じがすごいするんだけど。いや、 STU は4月に卒業する人たちが多いですよ。まあみちゅさんが3月31日なのであれなんですけどね。ちょっと4月まだ卒業シーズン続くって感じすごいするんだけど。ありがとう。ニコ生で見るね。そうそう、ニコ生で配信されるんですよ、みちゅさんの。そうで、なんかあの会員の方だったら全部見れるみたいな。そうなのでぜひご覧ください。そう、チケットがいらない。31日ニコ生さんで配信があります。見てね。現地に、うん、来られる方は気をつけてきてください。もうめっちゃ暖かい気がする。上着いらなそう。やっぱいるかも。 STU チャンネル、 STU チャンネル見てたよ今日。もうすぐ誕生日？ね、誰の？誰のだ？
4月の誕生日メンバーって誰なんですか？何人いるんですか？ STU？ え、何人いるの？3期生で4月生まれの人っているのかな？生まれてきた日だ、嬉しい。生まれました。カスミン？あ、そうなの？生誕ティーの発送通知来てた。え、なんか届くの早い。早い。私の誕生日前に届くってことでしょ？そうだよね。ちなみに4月の、何ですか？公演スケジュールが発表されてたんですけど、やっぱり、公演は、生誕祭は多分4月にはありません。まだ日程もちょっと決まってないんだよね、全然。倉持団子ありがとうございます。そう、3月生まれの子たちもな、そうなんですよ。そうなんです。そうだよね、みんな渋滞してるんだ。去年6月？じゃあ今年はちょっと8月ぐらいかもしれないです。それはまあないと思うんですけど。わー、ありがとう。え、アルバム発売日6月じゃんね。そうや、あったら来てね。待ってます。クローゼットから服がはみ出てる。もうあれはね、入りきらないんですよ、服が。本当に。なんかクローゼットを閉めるときに、なんか特別な技が必要で、こう服をこうやって、ってやらないと、最後までこう押さえてて、閉めないと、もう頑張っても、本当に入りきらないんですよ、服が。あそこに。開けたらいっぱい飛び出してくる服がババババン。後輩にあげる？でもなんかな、おきちゃんがやってたんだけどさ、なんかやってってさ、私やったらさ、マイケルさんってこんな服着るんだとか思われたらどうしようって思って、できない。なんかいろいろ考えちゃう。あと、その受け取った人が全然もう着古したら、全然もう今までありがとうってバイバイしてくれていいんだけど、なんか私それができない人で、人からもらった服で、どんどん私の服溜まっちゃわないかなって、もらった人が。その心配もちょっとある。なんか、そう、バイバイできなかったら、な、申し訳ないな、みたいな。全然してもらっていいけど。ね、もらい物ってね、なんか、ね。
まいちゃんの服ってアディダス。アディダス以外もあるよ。アディダス以外も来ますよ。ナイキある？え、ナイキ？ナイキないかも。え、わからん。あるかな？あるわ。え、ないわ。いや、あるかも。え、どっちだっけ？わからん。ダジャレじゃないよ。ダジャレじゃないね。どんな服も似合う。でも私なんか系統が決まってないからめっちゃ分からん。もうなんか最近何着たらいいか分かりません。難しいよね、服って。いろんなのもうマジでわかんない。服バンズとか持ってなさそう。なんかスニーカー持ってたんだけど、もうバイバイしたんだよね。もうね、なんか私の靴バイバイする基準は、あのあれなんですよ。水が染み込むかどうか。あの、歩いてて水が染み込み始めたら、もうこれは、あの、もう、ごめんなさい。さよなら。今までありがとうってするけど。そう。雨の日に確認する。雨の日にやばそうな靴を履いて、で、あ、これ水が染み込んできたってなったら、もう、ありがとう。今までありがとうにする。晴れの日はね、気づかないんですよね。うん。だからこの間も、あの、なんか雨の日って新しい綺麗な靴とかってなんかちょっと避けたくなるじゃないですか。で、あの、ちょっと古い靴を履いてたんですよ。そしたら、あの、靴下が濡れて、あ、これはもうバイバイだなって。さよならの靴だ。雨の日に見つけます。溝の減り具合、え、何溝って。穴開いてたの？え、なんか目に見えない穴が開いてるのかも。分からんけど。なんか私足がすごく凶暴で、なんか靴下とか靴とかすぐダメになっちゃう。なんかあの凶暴なの足が。なんかもうわかんないんですけど、もうちっちゃい頃から言われてきました。あの、お母さんのお腹の中にいる時からもう凶暴、本当にもうめっちゃ蹴りまくりの赤ん坊、ちっちゃい頃から。穴開いちゃう。
元気、超元気です。前に起きちゃん蹴ってた。違うんですよ、それは訳があるよ。なんか起きちゃんが怒る、私がもう本当に怒ってるのに30分ぐらいずっとくすぐり続けてきて、もうやめてって反射的に足でもう蹴っちゃったんですよ。そしたらもう起きちゃんすごい驚いてて、もう多分生まれて初めて蹴られたみたいな、はぁみたいな、私蹴られたみたいになって、いやそうなんです、私の足ね元気なんです。ムキムキ、私もでもびっくりした。だって私そんな友達とか蹴ったことないし、そんなだいたいまず人を蹴ることないじゃないですか、だからびっくりしたもん自分、ほっほっみたいな、足が出た。そうですよ、自分もびっくりしたし、ご飯ありがとう。10分くすぐられたら、いやそうですよ、でもなんかなんかこの間もあった、でもそういうくすぐりみたいな、ありましたありました、なんかなんか最近あった、最近あって、なんかめっちゃ私が、いや蹴ってないよ、蹴ってないんだけど、なんか荷物を両手で持って帰ってて、でもこの横腹がすごい痒くって、うわー痒いとこがあるって言ったら、奥ちゃんが私が書いてあげるよって来て、でどこが痒いのって、いや横のとこが痒いよねって言ったら、なんかすごいサワサワしてきて、でくすぐったくて、でやめてって言って、そしたらなんかその反応がすごい嬉しかったみたいで、なんかそのやめてっていう反応が、もうなんかおきちゃん的にはもう最高ってなって、でまたサワサワしてきて、そうあった、なんかそのくすぐりみたいな、そうスイッチが入る、反応が見る、反応見るの、そうね、M 心、いや私くすぐってほしいとかないよ、全然。駅前の日常、その時は怒ったか、いや走った、走れば逃げれるから、もう爆速で走るよ、全然足は速くないよ、けど走るの得意、だからありがとう、だるままありがとう、めっちゃ可愛いもありがとう、うんうん、白の得意、
え、持久、私持久力に自信あります。体力はないんですけど。え、そうだ、あの ST のシャトルラン割と高得点。駅前公園のおんぶ疲れないの？あれ疲れる。本当に一曲分おんぶだけで。なんか粘ればいけるものなら得意。だから運動測定、体力測定もうなんかボール投げとかは粘ってもいけないけど、シャトルランとかは粘れば頑張れるから、粘ればいけるものなら、あ、根性論だったら得意な気がする。マラソンとかはさ、でもさ40何キロとかあるからさ、ちょっと長いな。長いな。なんか YouTube とか見ながら走りたい。ここら辺とかに YouTube の画面があって、フルマラソン、フルマラソン。確かに前見んといけん。ありがとうございます。今日お姉ちゃんとさご飯行ってさ、お姉ちゃんがさご飯食べながらさ、あ、もうダメ、もう眠たいって言ってて、私と一緒だと思って。中村家って多分ご飯食べながら眠くなる人ばっかりなんですよ。お姉ちゃんがもう、あ、もうダメだ、もうダメだみたいな感じで、血糖値が上がったら眠くなるのかな。ありがとう。私もなる。私あの外食とかも行くときは元気なのに、帰りがもう眠すぎて帰れん、もう無理ってなる。本当に眠くて。なんか帰ったら、家帰ったらね、お姉ちゃんが先に家帰ってて、帰ったらお姉ちゃんがもうお腹が空いてペコペコだってずっと言ってて、でなんか何の気分、なんか中村家すごい優柔不断なんですよ。本当に何を食べるかですっごい悩むんですよ。でなんかもうもうずっと何の気分って言っても、今日は何でもいけるって、
もうもりもり食べたい気分だってお姉ちゃんが言って、でじゃあこれ行くこれ行くって言って、もう一生決めらんないんですよ本当に。もう本当に決めらんなくって、決めてから、いや決めてからもうその決めずに外出たら外うろうろしちゃって、あのもう無駄な時間を過ごしちゃう時がよくあるので、なので先に決めてから家を出ようって言ってるのに、なんかずっと決まんなくって、え、どうやって決まったんだっけな今日、あんま覚えてないや、あんま覚えてないけど、なんか久しぶりに行こうみたいな、ここ行こうみたいになってそう行ったんですけど、何食べたの？びっくりドンキービクドンですよ、略してビクドンで、びっくりドンキーのハンバーグ、そう食べようって言って、私は今モリモリの気分だって言って、ビクドンって言うんだ。ビクドンって言わないの？なんて言うの逆に。ビクドンだよ。肉の日だから、ほんとだ、今日29日だ。もうあれですね。体が肉を求めてたんですね。ビクドン。ビクドン、なんかさ、ビクドンさ、あの昔さ行ったら、もうめっちゃくちゃでかいこんな木の板のメニューが来てたの、わかりますか、もう本当にこんぐらいの、もう全然映ってないや、こんぐらいのあの木のメニューでガコンってこうパカって開くタイプの来てたんですけど、それがなくなったんですよ。もうなんか、あー、いろいろとこの何ですか、タッチパネルの時代なんだなって、ちょっと寂しくなったんですけど、タッチパネルを開いたらこうパカってこうあの木のやつが再現されてて、映像で、そうなくなったんだよ、でっかいメニューが。なんかビクドンって言えばあのでっかいメニューって感じだったのに。そうだよ、お会計も、もうあの機械、自分でやるの、そうなの、セルフなの。あ、この青いのありがとう。持ってくるのもロボット。あ、多いよね、ファミレスさ、あの、あれでしょ？なんか、何段かのやつで、なんか、あの、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと白っぽいやつで、上になんかボタンみたいなのがついてて、あ、猫なのかな、モチーフ。すごいよね、道を覚えてきてるの。ガスト、ガストね、ね、すごいよ。ロボットがいるんです。お待たせしましたにゃん、言ってるのかな、なんか言ってるの、なんか喋ってるよね。でもえ、そうなの、なんかすごくない、道を覚えてるのも賢い。
なんかそう届いたらなんか取ってボタン押すの。一番下は汚れた食器を入れるスペースです。そうなの？それは知らなかった。そうなの？それは知らなかったな。もしかして働いてる方ですか？そうなんですか。ロボットのところで。店員さんですか？ありがとう。隣の席の人のか迷う。あ、来たやつが全部取っちゃえ。いろんなもの取っちゃえ。間違えた。ダメです。メニュー選びも遅いか。なんかでもさ、私はあれなんですよ、基本なんかハマり癖っていうか、もうなんかここに来たらこれ食べたいみたいなやつが決まってて、新しいのに挑戦しないタイプなのであんま迷わんかもしれん。姉ちゃんもそんな気がする。ビクダンは、ビクダンは、あの、オーソドックスのやつ。あ、でも今日変化球頼んだわ。なんかデミみたいなやつ。デミバーグみたいな。デミバーグディッシュみたいなやつ頼みましたね。和風おろしハンバーグいいよね。でも私ね、あの全部が皿で、皿のこの一皿で完結するタイプのやつ、あのディッシュなんだっけ、バえなんだっけな、あれが好きなの。ビクドンのワンプレート、え、なんですか、あのバーグディッシュ、ハンバーグ、ご飯、サラダ、もう全部バーン完結、あれがいい。完結させたい。木の器の、そう。さくら、逃げた。ハンバーグ食べたくなってくるでしょ、この時間に。ディッシュは女子向きの量、少ないかな、結構多く感じたけど、お米結構乗ってくるよ。平たいからかな、こうなんか分厚いよりか平たく盛られるからかな、なんか多く感じたけど。肉はね、150と 300g が選べるんですけど、150、なんか倍はちょっと多いですね。
多いよ150も。いいえ、私は決して小食ではございません。もうもりもり食べますよ。びっくりドンキーのどこで悩んでたの？びっくりドンキーか、寿司か、中華か、定食屋さんか、あとは、焼肉か、ラーメンか、うどんか、から、カレーか。何も決まってない。そうなの。パスタ、え、パスタも出た。なんかお姉ちゃんが、なんかピザが食べたいって言い出して。食べたいものいっぱいあるからね。困りますよね。麻婆豆腐食べてー。麻婆豆腐。二人の意見が違ったらどっちが折れるかというと、どっちも折れます。だってもう決めらんないから決めてほしい。どこでもいいんですよ。もう決めてって。どこでも喜ぶ。そしたら、どっちも決めないから、私もどっちでもいいよって。いや、私もどっちでもいいよって。お好み焼き、え、あ、お好み焼きも出たわ。でも、なんか、なんかお好み焼き、なんかね、あ、そう、お好み焼き、家から一番近いお好み焼き屋さんは、なんかお姉ちゃんが、なんかトラウマがいっぱいある店で、なんか、水をいっぱいこぼしたりとかして、もう行けないみたいな。お店で。でも、なるべく家から近いとこがいいなとか話してて。いや、そう。だからなんか、ここ行くなら遠い場所行くよ、みたいな言われて。いや、お姉ちゃんそういうの気にするから。いや、ちょっと、ここ水、鉄板の上に水こぼしたからもう無理行けないんだよね、みたいな。トラウマの店。気にしてる。覚えてないと思う。そうですよね。出禁とかじゃないんですけど。そう。できんじゃないよ。でも確かに、なんかさ、飲食店でさ、お水とかこぼすとさ、テンション下がるよね。なんか一気に、はぁって落ち込むよね。それはわかるわ。
そんなこともない。なんだ、何やった。私もあるか。なんかあるかな。お店でのトラウマ的なことあんまないかな。家系ラーメン屋さんに行って、で家系ラーメン屋さんってなんかランチとか、まあ、ランチじゃなくてもかもわかんないんですけど、ご飯が無料でサービスみたいなところ結構あったりするんですけど、なんか無料でサービスって紙を見て入ったんですけど、なんか店内にはあんま何も書いてなくって、でラーメン頼んで待ってて、でご飯取っていいかなって思ったんですけど、これもしかして無料じゃなかったらどうしようと思ってずっと考えてて、ででも店員さんにご飯取っていいですかとか聞くのもなんか恥ずかしいなとか思って、なんか勇気がなくって、結局ご飯食べずにラーメンだけ食べて出た時は悲しかったです。店員さんに聞くの聞けない、なんかえご飯無料ですかとか言うのもなんか、うわ無料って聞いてきたこの客って思われるかなと思って、あのちょっと聞けなくって、そうね。ご飯くださいって言えばいい、ね、いや違うんですよ、ご飯をなんか大体次に行ったりするところ結構あるんですよ、炊飯器が置いてあって、でなんか昼の時間帯だけ無料、夜は券売機でとかあったりすると思うんですけど、なんか自ら次に行ってついでる最中にあ有料ですよって言われたらもう恥ずかしいじゃないですか。だからちょっと継ぐ前に確認しなきゃと思って、そう、家系はあるあるです。お米が置いてある。お団子ありがとう。有料だと食べないの？いや、食べないことないですよ。払います。別にあの無料だから食べますとかじゃなくて、あそうあの、ね、払うんですけど。プライド？プライドじゃないですよ、もうなんか話しかけられない。でもそこにその食べられなかったお店に2回目に行った時に、店員さんがラーメン持ってきてくれたついでにライス無料なんでよかったらって言ってくれたんですよ。だからその時は喜んで言われた瞬間にはーいって言って立ち上がってもうルンルンしながら次に行きました。そう、その2回目言ってくれた。すぐに行きましたもん。
ね、家系はね米がないといけませんからね。いやもうなんかいいですか、家系はラーメンとお米どっちも主役ってぐらいお米はすごく大切なんですよ本当に本当に大切なんですよ。もうマジで超楽しめるんですよ。もう家系に寄ってるあの海苔とか、あとはほうれん草とか、そのあの具材たちでライスがめちゃくちゃ楽しめるんですよ本当に。卓上にある胡椒とかニンニクとかあの豆板醤とかで、絶対のり追加する。玉ねぎ、あーなんか家系って生玉ねぎのみじん切り置いてあるとこ多い。みじん切りっていうんかいね。食べたくなってきた。でも家系食べたらさ、絶対一日のさ摂取する塩分量取ってるだろうなって思うんだよね今日お姉ちゃんに言われたんですよ、塩分は一日なんか 6g までみたいな言われて、 7g だっけ 6g だっけ、私絶対濃いめにするんで。6g か。ありがとう。レッスンで汗かけばいい。それも言われた。レッスンで汗かけばいい。濃いの美味しい。どうしてでしょう。味塩まだ持ち歩いてる？でも持ち歩いてないんだけど、あの家に、あ家にっていうか部屋にある自分の部屋に。これはもうインテリア、味塩テリア、この青が部屋で映えます。飾ってることで可愛いですよね。ご飯足りんだと思う。でも最近気をつけるようにし始めたんです。血圧が上がるかもしれないんで、
お母さんにめっちゃ言われる。まだ若いよ。でもさ、今気をつけとかないとさ、悪くなってからじゃ遅いよね。ありがとう。撮影の前のためと、あ、それもあるよ。撮影の前は塩はめっちゃ抜きたい。あ、アサリみたいでしょ貝みたいでしょ塩抜きしたいんだけど、ね、塩分むくむからね。あれは砂、あ、砂抜きか。僕はもう手遅れだ。そんなこと言わないで。中村と一緒に塩抜き。減塩しましょう。今いくつなの？え、血圧？あ、測ったことそんなない。あの温泉行く時ぐらいしかないんだけど、うん、家にないけんさ。あるよね、でもなんかこういうシュポシュポってするやつ、空気を入れて。アップルウォッチは、え、アップルウォッチって血圧測れるの？測れない気がするんだけど。多分心拍数しか無理な気がする。最近つけて、え、あるよ、ここに。ででーん、でも充電切った。本当にこれの使い方が未だに本当にマスターできない。でもある。本当にもう心拍数測って、あ、今心拍数なんぼだなみたいな使い方しかできない。だってさ、あとはさ、なんか携帯と同期してるから LINE とかもさ全然来るんだけどさ、でも LINE は携帯で返すから、こうやって文字打って、アプローチで返さないから。そうで、写真も別に撮るわけじゃないから、いや私が多分ね、本当にいろんな使い方があるのに全然使いこなしてない。でも心拍数測れるのはでかいですよ。なんで買ったの？なんか憧れた。憧れたら買っちゃった。ね、これつけてたらかっこいいじゃん。でもね、汗かくんよね。夏場？暑いと、なんかレッスン中とかつけとったらめっちゃ汗かく。おやすみってくる。もうおやすみなの？
寝るな、起きろ。何時呼ぼう。金曜日だぞ、みんな寝させて、って寝ろ。ちょっと待って、フォーエバーラブさん、福太郎さん、南波の久人さん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、ゆずききさん、くまねパパさん、もとまちさん、ガムシューさん、シーサーさん、ボンちゃんさん、福ちゃん丸さん、納豆、読めない、納豆、読めない、読めない、ごめん。10位の方、教えて読み方。あと、花丸さん、ありがとうございます。ヌットさん。ありがとう。読めない。読み方がわからない。ごめん。おやすみなさい。また明日。リグともいっぱいありがとう。明日はなんと皆さん土曜日です。金曜日、イエーイ。おやすみ、また明日。3月もあとちょっと。おやすみ。